市川海、年齢20歳、職業は美容師です。今日は、まあ、全部古着系で、自分最近は軍系がハマってるので軍を意識してチャップスを履いてみました。自分の着たい服を着てます。好きなブランドも特にないんですけど、古着を注目してます。結構きっかけは自分が身長が小さかったので、その分カバーできるのはファッションかなと思ったので、そこから好きになりました。新品のものとは違って年代物だったりとか使い古されたものだと、やっぱ新品にはない何かを表現できるかなって思ったので着てますね。下北とか高円寺でよく服買ってます。ポールスミスでシンプルでいいかなっていうのを使ってますね。マルジェラのサンデーモーニングを使ってて、それは彼女からもらったものなので使ってますね。そうですね、あんま変わんないんですけど、学生の頃は結構派手めなファッションだったんですけど、統一感を揃えるように最近意識してます。やっぱ今着てるチャップスとかはよく気に入って履いてますね。自分はパンツが一番好きで、まあ、普段ほとんどベルボトムを履いてるので、やっぱ80年代とかその辺流行ったものが好きですね。趣味は DJ やってるので、音楽とか聴いたりとか DJ したりするのが趣味ですね。ラップとか好きなのでラップ聴いてほしいですね。今後は原宿で多分美容師やっていくと思うので、しっかりインスタのフォロワー数とか技術面を上げて有名になっていきたいと思います。ラーメンです。今アシスタントなのでカラーモデル募集してるので、ぜひ来てください。